にちは。山田真希です。私の番組では魅力をキーワードに配信しています。今日は米倉豪さんにお越しいただいております。はい、改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。私、米倉さんと数年前にある研修会社でお会いしたんですけれども、教室入っていったらもうすっごい明るい雰囲気で、すごく印象に残っていたので、今日はその米倉さんの魅力についてお伺いしたいと思います。今研修の仕事が多いんですよね。はい、そうですね、コロナ前はもう8割、はい、研修です、ね、そうなんですね。でその前のお仕事とかって何やってたんですか？2010年までリクルートで同じようなコンサル研修、はい、コンサルティングとかコンサルティングと研修、研修とかコーチングとかそういうの全部、はい、そうですね。会社の中が、まあ、リクルートなのでよくその扱う商品が変わっていくんですけども、一時期はSPI も売ってました。はい、そこで何年ぐらいキャリアがあったんですか？6年弱ですね。相当いましたね。リクルートにしては長いと。ああ、そうなんですね。はい、米倉さんが、今の米倉さんが出来上がったのって、うん、どこの経験が濃厚って感じがします？いや、リクルートは確かに濃厚ですね。あ、そうなんだ。その辺ちょっと聞きたいな。なんか、結構元リクルートの方多くて、みんなすごい素晴らしいんですけど、じゃあ絞って、リクルートで得た最高のもの3つ出ましたね。出ました。コンサルっぽい感じで3つ、はいはい、3つ絞ってください。ちゃんと粒感合わせてね。まあ、1つは、サイヤ人同士がなんかお互いこうリミッター外して仕事ができたっていう体験ですかね。サイヤ人、ドラゴンボールのサイヤ人、ね、スーパーサイヤ人ね。スーパーサイヤ人、サイヤ人同士がリミッターを外すんだ。うん、もうなんかお互い手加減しないで、いい仕事ってなんやねんと。お前は何がしたいのってもう毎日言われる。問いかけが来る。問いかけが来る。お前は何がしたいねんと。何がしたいの。その問いかけの意図なんですけれども、目的までよってこと？そうです、目的からですね。リミッターが外れるって、これはどういう感じですか？自分の中では無自覚に仕事ってこのぐらいだみたいなことがあるわけですね。無自覚にね。はい。それをこのぐらいじゃないぞっていうところまで。までなんか自然にこう出せるという。自分もね、まだまだリミッター外せてないなと思うんだけど、相手のリミッターを外すときってどうしてるんですか？相手の願いですね。なんか良くしたいとかもっとこうしたいって願いがある。で、願いに寄り添う感じでしょうかね。例えばネガティブなことを言っても、なんかそこが大事じゃなかったらネガティブな話にならない、僕はこれが大事、相手はこれが大事だと思っているけども、現実がうまくいかないとかあるわけじゃないですか。はい、だからネガティブな表現とか感情がいっぱい出てくるんで、強ければ強いほど、まあ、なんかアニメとか漫画の世界じゃないですけども、すごい願いが埋まってるんです。そうですよね。本当は成し遂げたいのに他のものが邪魔をするから、もう邪魔されるんですよって文句言ってるってことですよね。そうですよ。なるほどね。じゃあそこをちゃんとこう解いてあげる感じなのかな。いろんなやり方があると思いますが、一番はそこにあるっていうことに気がついてもらう。ただあるってところから、私もそうですが、痛みが生じるんですね。あるんだけども私こんなにうまくできないんですみたいな。ただその痛みもあっていいんだぜっていう。あ、なるほどね。あっていい、あっていいけれども、そこをこうシュンとした状態ではなくて、そこをエンジンに変えていく何かします？働きかけとか。そうですね、感じてもらうっていうことをしてます。頭じゃなくて、どんな風にその感じてもらうっていうのは。自己対話をしてもらいながら、自己対話、援助をしたり、システム思考ではないですが、その方がその願いはあるんだけども、自分の今まで培ったやり方でやって、そのうまくいかない現実、不本意な現実を自分で作ってるんだっていう。そうなんだよね。そこに気づいてもらう。そのパターンにその人がたどり着けると、次から気がつくだけで。これってなんかどこかでこう学んでやってることなんですか？一つは NVC、ね、もう一つが
学習する組織とかいうのの、はい、あの湯山美香子ってみーちゃんがやってるところで、はいはい、まあ、仲間と一緒にずっとやってそこでの願いに寄り添うっていう学びが今に来てるんですね。人がどういう時に動くのかとか、会社、それぞれの会社の現場でどんなことが悩みで、うん、いろんなパターンでそのこじらせてしまうのかとか、本当はもっとお互いがどうしていきたいのかってことが見えたし分かっていたり、もしくはそこにどう介入していくのかっていう引き出しもめちゃくちゃ持ってるんですけども、願いに着目してから引き出しをあんま使わなくなった。使ってもいいし使わなくて。引き出しは手放して、うん、とにかく願いだと。勝手にあったら勝手に使うのは、あ、そういう感じですか。ですけど、これからこっちの方向に行きたいとか、なんかあります？エッジが立ちすぎてる気はするんですね、私。ああ、うん、そうですか。ついこの間も、親とか、うん、妹にも聞いて、うんうん、存在が、まあ、良くも悪くもでかい。良くも悪くもなんだ。良くも悪くも存在感あるよね、はい、っていう。はいはい、それいてくれるから安心するし、いるから目障りだみたいなのもあるし。そんなことはないですけど、うんうん、それが、それを生かしていきたい感じですか、うん、まあ、それが生かしていきたいとか、まあ、それしかないんだろうな。存在感ね。このね、私も存在感って、すっごい大事にしてるとこなんですけど、うん、私、飛行機に乗っている仕事をしてたんですけど、うんうん、離れてから飛行機に乗った時に、一人一人の魅力っていうのがよく見えるようになったんですよ。その飛行機の中には、まあ、年配の人から若い人までいっぱいいるんですけれども、やっぱりね、パッと見て、あ、若いと制服がすごくキラキラして見えるなとかね、思うんですよ。綺麗だなとか思うんですけれども、私ぐらいの年配ぐらいになっても、シワとかね、シミとかね、増えたりするし、ちょっと太っちゃったりとかするんだけれども、うん、見ているとね、すんごい存在感で、本物だなって思ったんですよ。あれって何って思うんですけど、そのあたりについてちょっと話してもいいですか？はい。ね、なんかオーラって、目に見えるものじゃないんだけども、きっと本当にオーラってあるだろうなと思っていて、はい、オーラがある人って、私はね、なんか下の方からこう、燃えるような感じがするんですよ。で、地に足ついてる感がすごい強い感じがするんですけど、うん、どう思います？それ地に足がついてなさそうな私に地に足がついてる感じがするっていうのもなんか不思議な感じがするか。いや、私この話をしたのは米倉さんがすごく地に足ついてる感じがあるから言ってるんですよ、うん、ありがとう、ね、うん、そういう話ですもんね、うん、そう、だからここが何だろう、私のまだ自己防衛本能が出てきちゃうところで。自覚はないけれども。うん。うん、その、相手からすごくいいこと言った時に、素直に受け取るっていうことは、まだまだ修行中なんですねって感じが今の私自分しました。いや、ね、本当に私最初にお会いした時から、うん、きっと割と若い方なんだろうけど、うん、すごくドシンと、こう、地に足ついている感じで、だから、この緊張感ある場でも、ニヤニヤっとしてられるんだろうなって思ったんですよ。あそこでね。すごくね、頼りがいのある人って、なんかこの人に、米倉さんどう思いますって言ったら、助けてくれそうみたいな。それがすごくね、魅力だなと思うんですよ。私もいつもこの存在感が出せるかといったら、そうではないなって思うし、意図して、よし、今日はこういう自分であろうって、思えば、もしかしたら出せるかもしれないんだけども、自然に出たらいいなと思うんですよ。だからなんか心掛けとか、わかります。なんかあるのって聞きたいんです。そうね。うん。3、4年前に、まあ、仲間でもあるし、まあ、師匠筋の湯佐美香子、はい、みーちゃんに言われたのが、うん、なんかまあ、ファシリテーショントレーニングをお互い仲間内でやってるときに、いつもの私、のいろんな引き出しの中からこのコンテンツを想定対象者に対してどう伝えていくかってことをやろうとしたんですね。うん、5秒ぐらいで米語ゲイいらないって、米語が米語であるまま話して、あるところから話して、風話も愛だと、己が何なのかってところに、まさにその多分地に足がついている状態からただ伝えないことを話してくれたらいい。
その時すぐに分かったんですか？戻りますよ。でしょ？私それ言われたらどうしようと思っちゃう。うん。で、どうしたそれで。こんな。多分、相当挙動不審だったと思いますよ。どうしよう、どの自分みたいな感じ。うん。そうです。だから、今の言葉すごくいいなと思った。どの自分っていうのは浮かばないんですよ。うんうん、カラオケの A の18とか、うん、あ、このお客さんには B の52みたいなのができるんですけどね。押、うん、してる自分がいないんですよ。ねえ、それすごくもう私もそう。みんなそうかも、でも。だから、相手の期待に対して応えることは、めちゃくちゃ腕を磨いてきたので、うん、いつまでもお任せください。そうなの。なんだけど、うん。すべて、その物事は整っているので、あなたがあなたの思うようになりなさいって言われたら、ドギマギしよう。ドギマギする。え、それクリアしました、今。だって3、4年前って言ってるもんね。そうですね。クリアしたというよりは、あそこだよなって、もともと私たちは、誰一人その尊敬するだけでやっぱ価値があるというか、いいなっていうだけなので、ね。私、お会いしたの3、4年前かな。いや、もっと前。もうちょっと前。そっか。7、8年前じゃない。そんなに、うん、若鍋さんどうぞ。やってて。そう。若鍋さんまだいらっしゃったか。うん、鍋さん。じゃあ、まだその時は、素の自分でいつもいなかったのに、結構私存在感を感じてましたよ。多分、無自覚にしてるときは存在感あるのかもしれないですよね。なんか発揮しようってときに、なんかカラオケ使っちゃうじゃないですか。私たち文字、文字歌って。ってことはね、うん、ってことは本当に素の自分であるときが一番パワフルってこと？そうです。おっしゃると。とりあえずなってる今。か、うん、そうなのか。今どうですか？素の自分でいつも登壇してます、うん、うん。特にこのコロナがあるとか、うん、で、お客様も不安だったり、うん、オンライン研修ってことに対して不安を感じるお客様が多かったりされるので、そうそう、うん、なので、面白い中ですね、質問をいっぱいよりもらえるようになりましたし、オンライン研修になった。そうなんだ。あとはその質問に対して、この質問の答えはこうだよねって、その、大昔はその、引き出しの中から、うん、ああ、このパターンはここですよね、ありますよねって話が一切せずに、その人のまさに願い、ね、管理職として、すごく一生懸命頑張ってるし、部下にも何とかしてほしいと思ってるし、うまくいかないっていう、でも何とかしたいって願いがあるんだなっていうのを、寄り添って話を聞いていくと、いっぱい出てくるので、うんうんうん、Q&A に答えてるだけで、なんか相手が勝手にですね、ああ、ううとか変なこと言って、いや、ほんとそこなんですよね、とか言って、まあ、動きが止まったりする。で、まあ、そこを見ている他の受講者、20名、30名ぐらいの受講者も、まあ、いい場になっていて、ね、いや、私もそういうことあるんです、とか。ぶっちゃけ話ができるみたいな、ね。そうですね。なんだろう、オンラインってなんか、こうみんな受講者がこう入ってるのに、うんうん、1対1で話する感覚に慣れちゃうから話せるのかもしれないですね、うん、そうですね、それも大きいと思います、ただその物理的にその Q&A って例えば、うん、マキさんとこれ話をすると、うん、マキさんに質問したら他の人がここに私の横に並ぶじゃないですか、はい、3、4年前までは米倉の質問をマキさんが話していることを聞けるけど、うん、残りの10人ぐらい聞けないんですね、うん、別に。そうね、オンラインみんな聞けちゃうのが、ね、またいいとこなんだろうな、ね、なんか一体感が出るというかね、そうそうそう、そっか、そのあるがままにということですね、うん、他の研修講師もそうか分かんないんですけど、うんうん、やっぱりあ今日は山田真紀の A で行こうとか B で行こうとかねなんとなくそれって、まあ、決めるとかじゃなくて、はい、受講師に会った時にあこんな感じね。出てきますよね。そう、うん。なんか自然に決めちゃうんだけれども、うんうんうん、これをじゃあ脱却するには、うん、なんか工夫点あります？自己対話しかないですね。自己対話、どうやってやるんですか？自分の身体感覚をフルに使う。はい、身体感覚ですね。うんうん、で、なんか時間を設けて、夜瞑想するとか、そういうこと。もうそれでもいいですし、うんうん、一番が出やすいのは自分がネガティブな感情とか、もしくはこうすべきなのにみたいな、
残念さが自分の中に立ち上がってきた時が大チャンス、うんうんうん、の時にどうすればいいですか。どんな問いかけをやるんですか。まず問いかける前に問いかけ会はやめるんですよ。問いかけやめるの。やめる。自己対話なのに、うん、はあ、今なんか気持ち悪い状態、例えばこうしたらよかったとかあるじゃない。いっぱいある、ね、それをただ味わう時に思考を一回オフにする。あ、はい、左脳が邪魔するので、うん、で右脳とか身体感覚に預けていくと、うん、なんか出てきたりするし、例えば私の場合だと、例えばこういうところとかこういうところとか、どこの筋肉が怖がってとか、なんか瞑想とかに似てるかもしれないですね。あ、怖がってるのに気づくんだ。うん、じゃあそこに集中して考えずに体の状態、うん、今どうなってるっていうところですね、うん、で集中して、集中して言葉にしないで味わうんです。言葉にしてしまうと描写してしまうので、うんうん、そうなんだ。言語の色もつくし、まあ、ディスコースとか日本語的な表現ってあるじゃないですか、うん、そうですね、うん、そういう色もつくし、あとはその言葉遣い選んでる私の自我のフィルターがかっちゃう。そうですね、確かに。それがあるから邪魔してたんじゃないのって話なので、なんか焦る気持ちとかってありますよね。どうしようどうしようみたいなのって、うんうん、確かにどうしようって今言葉つけちゃったけど、うん、体感覚で言うとこう踊る感じかもしれないし、ね、うんうんうん、これワクワクかもしれないみたいなね、うん、そうですよね。だから大事なんだ。それで結構自分軸をこう強くできます、取り戻していく感じですね。もともとあるんだから。